FF。 はい、こんにちは、サウスヒコロです。ダウンロードコンテンツの FF7 リメイクユフィ編、はい、このソノンちゃんと一緒にいよいよ ID カードを手に入れて信頼乗り込むってところで、おお、騒がしいな。先輩、やり残したことはないか？もう後戻りはできないぞ。いや、めちゃめちゃフラグ立てるじゃん。あ、そう、もうこれ7番街には戻ってこれないのね。まあでも7番街でできること、まあ、それこそだいぶ前になっちゃうけど、コンドルフォートも全部やったし、まあ、取り忘れのアイテムもないでしょ。乗り込もうぜ、ソノン。待ったなしだ。よし、じゃあ行きますか。いや、やっぱこの姿可愛いな。ユフィと言ったらやっぱこの姿だよね。あのモーグリの被りもんもめっちゃ可愛かったけど、やっぱりユフィ言ったらこの格好よ。うわ、何これ。現在鉄道は5番マコールの事故を受け、本数を減らして運行しております。なるほど、5番マコール爆破庫か。5番ライスラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。まあでも俺たちの目的は信頼だからね。お、誰かに引っ張られた。誰だ。あ、ないよ。運行のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく上は行けない。エロデーのないよ。ご無事でよかった。無理してでも乗った方がいいぞ。無理してでも乗った方がいい。あ、もう中国の電車みたいにもぎゅうぎゅう詰めていこうぜ。行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。何も行かないの。一緒に行こうよ。この筋肉だるまだけだったらちょっと足りないよ、目の保養が。突入、行こうぜ。かき分けるな、かき分けるな。山手線か。うわー、通勤列車。ああ、ちゃんと彼女を守る彼氏みたいになってます。気持ち悪い。酔うのか。うるる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 る列車も多分ダメだな。メルフィーって誰？お前の彼女か。連れいんの？メルフィーって。俺も気になる気になる気になる。妹だ。妹、ああ、ごめんなさい。妹ちゃんいるんだ。いいお兄ちゃんなんだろうな、きっと。二人で一緒に五道様に指示していた。指示していたんだ。え、何それ？俺より才能があった。ちょっと待って、何それ？悲しい感じになるじゃんそれ。今は？あった。今は？停戦の年だ。停戦の年。神羅の自走式兵器が暴走して。それを止めようと。あ、ちょっとユフィに似てるし。いや、悔しい過去。信頼、これは復讐なんだ。なるほど、復讐の炎か。でも復讐に命かけたらいいことねえぜ。俺は知ってる。でも私は妹じゃない。ちょっと似てるんだ。そういうのを少しこの先輩弟子のユフィに感じてるところもあるのかな。名前もちょっと似てるしね。チャプター2、究極マテリアダッシュ。進捗はどうだ。社長じゃん。タークスが動いています。わあ、進路。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。いや、こいつ真面目なんだよ。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。銀河万丈的な声だな。リーブ君、万丈さん、せめて避難勧告の許可を。これなんか本編でも見たね、このシーン。また分別臭い顔で青臭いこと。どっちが正義なんだよ。リーブ君、何のためにお前たちは。これも発展の潤滑油だ。人の命が潤滑油。腹をくくりたまえ。勘違いしてんじゃねえよ。お前の方が正しいぞ、リーブ。クソゲス野郎だぜ。そして本編に続いて2度目の神羅だね。神羅ビル、エントランス。お、結構人いっぱいいんな。さっさと行こう。人にも寄っちゃいそう。その格好、あれ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 、誰？あ、新聞記者。次のターゲットは7番だという噂もありますけど。え、どうでしょう。7番マコールなんですか。おい、新聞記者。そこまでだ。ああ、情熱が。エレベーターがある。
あれに乗ってみよう。情熱が悪い感じになってしまいました。捕まってしまいました。アイディカードいけんだ。なかなかいいアイディカード。サンキュー。早く逃げる逃げる。よし。怖い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 。どこ行くの。何回もう一番、とりあえず一番上で待ってくれ。あれだだだだだだ。あ、スカーレッティ。エロね。怖い方のエロね。行き先は地下兵器開発。誰参ります。その格好でよくバレんな。めちゃくちゃ怪しいじゃん。全然信頼しないんじゃないじゃん。とんだとばっちりね。とばっちりか。うん？うん？あんた見ないわねっつって、まあ、気にしないか。上の人は下のなんか興味ないからね。ウータイも姑息よね。おっとっとっと。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるなんて。あら、ウータイ人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。めちゃくちゃ煽ってくんじゃん。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。はちゃめちゃに気づいてんじゃねえかこいつ。ねえ、あなたたちもそうは思わない。うわ、知ってか知らずか。思います。そうですね。偉いぞユフィ。これもう気づいててやられるんじゃないの。え、なんかやられるんじゃないの。ちょっと、あ、残念、ウータイのネズミさんはあっち。そうですか。あなたたちには新しい兵器の実験台になって。ちょ、なんか怖い魔物とかやめてね。せめて機械にして。怖いの苦手だから。畜生め、なんでわかんの。くそ。いや、怒んな怒んな。お前の方が怒ってんの。こっちの方結構プライド高いんだ。絶好のチャンスだったのに。あー、そっか。あの女は兵器開発部門のスカーレット。そういうことか。メルフィーを殺した兵器を作った情報に。メルフィー、落ち着いて。サナはちゃめちゃにユフィーに似てる。落ち着こう。本当はメルフィーはユフィー説ない。大丈夫。私たち何しに来た。さすが兄弟子。先輩、すまない。姉さん、ありがとう。ちょっと脳筋だからこいつ。いいよ、ムカつくのは私も同じ。うわ、究極マテリアンとこまで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ。あの先に行けってことか。こっから出てくるわけじゃないんだね。行ってやろうじゃないの。いいねユフィ。マテリア研究フロアだよね。なるほど、そこに究極マテリアがあるってことだ。待ってろマテリアちゃん。ついでにスカーレットもとっちめてやろうぜ。うえーい、地下16階兵器開発部門点検フロア。お前結構あれだね、クールそうに見えてちょっと好きよ俺そういうとこ。さっきみたいな感じ、熱血感的なね。熱血感の感は漢字の感と書いて男。まあ、そこんなでっかいコンボを持ってて、そのキレキャラいいよ。さあ先進んでいこうか。マップ的にはどうだ。ボタン間違えました。ああ、まあ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 進んでいく感じですね。ああ、これ絶対ボスですね。ここボスですね。ボス部屋ですね。ボスルームですね。ああ、バトルシミュレーターあんじゃん。あ、これあれじゃね、バトルシミュレーターがあるってことは、あいつあいつ名前なんだっけ、チャドリー、チャドリーおるんじゃね。あ、いや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 、すいません、いつもこんなところにセーブポイントありがとうございます。アイテムは何かあるかい。まあ、こいつらめちゃくちゃにいい装備してるんで、あ、まああえてこういったものを。あ、すげえ、ヘビーメタルとかも売ってる。これなんかさ、本編の方ではなんか特殊な感じでゲットできた。違うか、神羅のビルの中の宝箱で見つけたのかな。うわ、結構いいのもう売ってんじゃん。あ、そう。まあ、別に特大いいかな。マテリアももう一通り揃っている感じで。まあいいでしょ。とりあえず回復しとくか。悪い。筋肉だるまは座らなくても大丈夫だよね。よし。前回、フクタ。先進んでいこうか。多分こっちまっすぐ行った左手がバトルシミュレーターってか、ここここここ、シュッシュ。あれ、本編の方の神羅
あれバトルシミュレーターって何だったっけ、シューじゃなくて。あれあれ入れ、あれ入れないじゃん。あ、これあれかな、本編の方でも特別な神羅コンバットシミュレーション、シミュレーターあったけど、これもユフィ編クリアしたらこう入れるみたいな感じなんじゃない。うわ、いや、もうしたらもう終わりじゃん、これチャプター2で。そっかそっか、そういうことか。あー、なんかありますね。へい、間違えた、キックしちゃった。えいよ、なんもないんかい。いやいや、業用紙もここに用意しててなんもないんかい。これなんかいるじゃん、絶対なんかいるじゃん、大丈夫。いや、もうこれもうボススペースじゃん。やってやろう、おい筋肉だるま。姉弟子がかっこいいとこ見せてやるぜ。スカーレットの罠っつって。見てよこれ、兵器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 。うわ、やる気満々だよね。え、ちょっと待って、君もやる気満々だ。スイーパーめちゃくちゃおるんだが。私は親父とは違うから、あのクータラと違っていつでもやる気満々。五道様はどうしてるんだ。牢屋ん中、暫定政府投獄されたよ。五道、せっかくだから頭冷やせばいいんだ。俺の師匠だ、あまり悪く言わないでくれ。うん、そうだね、やめよこんな話。私もムカつくだけだよ。それより、田舎者の話が退屈ね。来たな、おしゃべりはそこまで。実験を始めましょう。実験を始めようか。まさかとは思うけど、こんなところで死なないでちょうだいね。おいおいおい、勘弁してくれスカルト。え、お前らデータ収集大好きだな、シンラのやつらと。いつもこいつも、ちょっと待って、スイーパースタンレイが上にいる。スタンレイ、待って、スタンレイから行こうか。はい、あらら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 ら、あ、ちょっと待って、お前お前は疾風怒とスタンレイ行ってみようか。あー、しびれてるしびれてる、この野郎スタンレイ。オッケー、へいへいへい、いてててて、スタンレイ、まずスタンレイを先にやっつけ。オッケー、シップドトウ連携で、あら、オッケーで連携止めて、あといないか。あとはスイーパーだけだから、まあスイーパーは普通にサンダー効くだけでしょ。だから待って、アビリティの、忍術変化の雷ちゃんで、ほっ、刺して、あらら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 、らオッケー、アビリティバースト効果の演武好きで、バーストさせて、バーストさせる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 、バーストしねえか、バーストして、ああ、倒したんかい。まあ連戦だよね。オッケー、何回でも来いよ、やってやるよ。ええ、どこ、なるほど、いいだろ。どうや、どこだ、モノドライブ OK。 あらら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 ら、ソノンじゃなくてお前はモノドライブに OK。 ちょっと待てよ、アイテムを今うちにかけとくか。ハイポーション、あ、いいな、いいな。あ、これ上の方、この辺壊すって今のうちにアイテム回収しとくのありじゃないか。おい、どこだ、あれは、バリアしてんな。スターゲイズ、スターテイザー、シップドトウ、風林火山の方でして、あらら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 ら、そしてつぶじかぜスタンレイ、ソノン、シップドトウ入れときましょう。で、つぶじかぜ、あらら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 、ら、おいしょ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 、あ、ボケ、そうな、いいだよ、疾風怒とう、よいしょ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 、あらら、キレキレキレゲ、はい、てい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 て、はあ、どうぞ先に進んで、先に進んで、ムカつく、はあ、てか、どうやって登ればいいのさ。
あそこなんかありそうだから、あそこに手裏剣ぶつけんでしょうね。まあ、そこだろうけど、ちょっと先にアイテム回収していこうか。なんだこいつら全員といっぱいやるのかと思ったらそうでもないんだな。あね、ユフィ編はやっぱりね、戦闘が本編と違ってこのソノン操作できないですよね。ソノンはそれもこう連携ができるので、ああいったさっきのスイーパーみたいな強力な敵がバーストしたところに対して連携技をぶち込む。で連携技は特殊なものがあって、あのユフィのねアビリティ技となんか特殊な技になって強力になるんですよね。ただそうすると連携をじゃあ常にやってればいいかっていうと、連携するとバーストゲージが確か溜まりにくかったり、このソノンの、ATP が上がらなかったりするので、常に連携してればいいって感じじゃないけどね。よしよし、いい感じ。ソノン足場になってくれない？足場ね、いいじゃん。ちょっと妹に顔似てんだからさ、背格好似てんだからそれぐらいやってくれるんだろ。いやでもこいつの妹めちゃめちゃユフィ似てたな。まあ姉弟子とはいえ少しちょっと面影が感じちゃってるところあるんだろうな。おい、どうぞどうぞ。こき使ってんな。ユフィのお父さんはゴトーっていう名前で、なんかウータイの偉い人、それに指示していたのが、このソノンなんだろうね。まあ兄でお姉ちゃんっていうか、まあ師匠の娘だからな。この先はどんな感じ？いやもうこの辺でゲームやっちゃうじゃん。あでもなんか分かれてんな。ちょっといろいろ面白い感じですね。わ、怪しい感じなんじゃないのこれ。あもう自分の自責ですよ。自責に座って。あ出た出た出た。スカーレット様。このままでは開発エリアに侵入されてしまいます。どうすんの？どうすんの？スカルトちゃん。しばらく泳がせて、奴らの目的を探りなさい。いや分かってんでしょ。はっ。さっきの見たでしょ。こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしては動きに隙がない。見る目あんじゃないのスカルト。ウータイの神秘、まだお子様だけど。お？面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認して。お馬さん、後で報告お願いね。出た出た出た。開発エリアのメインシステムをダウン、機密情報へのアクセスを制限しつつ復帰経路から奴らの目的を探る。いやちょっとできる部下だな。侵入者の監視を再開しろ。は、監視をしつつ泳がせつつ、でも最大のなんだろう、大事なところである機密情報にアクセスしないようなロックをかける。できるよあいつ、モブキャラの割には、モブキャラの割にはしっかりしてるわ。優秀な優秀な部下だわ。いやもうこの先いるじゃん。ちょっと一目どうぞか。大丈夫、ちょっと待って、ユフィにハイポーションもう一回使っとこうか。ここに来てハイポーションをめっちゃ使ってるな。ちょっとちゃんとしっかりガードしなきゃいけないよね。なんか出てくるんじゃない？地下15階兵器開発門清掃フロア。